皆さんこんにちは。引きこもりスアワーの時間です。本日は2023年3月8日水曜日でございます。気温は13度といったところでございましょうか。13度ですか。もうまたまた暖かくなりましたね。ということはいよいよ春の本格化が本格化となりまして、本格化に暖かくなる一方じゃないかなって僕は思います。そうですね。そしたらお散歩とかもちょうどいい陽気になりますよね。皆さんはお散歩とかされます？僕もなんと言うんですか、たまにはお散歩したいなっていう気分にはなるんですけれども、やっぱり僕の性格上もうそれは絶対にしないよみたいなことを守らないと僕のキャラクター性が失われちゃいますから、決してお散歩をしないのを誓っているのでございました。そうなんですよ、僕は僕で結構苦労してるんですよね。そういう苦労をどうかお分かりいただけますと幸いです。キャラクターがキャラクター性を保つって結構大変ですよね。そうは思いますよ。イメージを崩しちゃいけませんからね。僕がだって毎日、あーすごい青空の下気持ちいいなみたいな感じで過ごしていたら、いやそれはちょっと違うでしょうってなられると思うんですよね。そうなんです、そうなんです。だから仕方なく僕は閉じこもっているような感じにして過ごしているんですよ。そうなんですよ、僕は努力の賜物でこういうキャラクターになっているのでございます。なんてことを言っておいて、そうですね、もう昨日のお夕飯に行きましょうか。特に雑談、どうという雑談でもなかったように思います。じゃあ行きますよ。僕の昨日のお夕飯は肉まんのソースとか醤油とかぶっかけ食べにしようと思ったらうまくできなかったでございます。まあどういうことかと申しますと、肉まんにお醤油とかソースとかつけようかなって思ってたんですよ。そしてその醤油をいざつけようとしましたら、なんかこの醤油おかしいなって思ったんです。はい。そしてその醤油のその賞味期限を見ましたら、なんと1年前じゃございませんか。醤油の期限切れですよとのことでして、念のためソースも見てみたらソースも賞味期限切れでした。なんてこったとのことでして、ただ単に普通に肉まんを食べただけでございますが、アレンジレシピにしようとしたそういう気持ちだけは持っていたんです。ですからそういう気持ちだけは持っていたんだっていう気持ちだけアレンジレシピ、これをツイッターにまた写真で投稿させていただきたいと思います。ぜひともツイッターご覧いただけますと幸いです。ではではですよ、そんな肉まん、結局のところめちゃくちゃ美味しかったです。はい、普通に美味しかったです。めちゃくちゃアレンジしなくていいんじゃないかなっていうような感じにはなりました。はい、そんな感想です。じゃあ本日のお便りの方行ってみましょうかね。じゃん、ペンネーム、サンピアさんよりいただきました。サンピアさん、お便りまたまたありがとうね。
もうサンピアさんのお便りがなかったならばと何回も言っている通りですから、はい、ありがとうございます。本当にそうなんですよね。もしもサンピアさんのお便りがなかったとしましたら、この放送どうなってたんでしょうね。そこ気になりますよ。一体全体どうなっていたのか。それはそれで、サンピアさんのようにもしかしたらものすごいお便りをくださる方がご登場されていたという可能性もあるのでございましょうか。いや、そんなことはないですよね。これは一つの奇跡ですよ。こうしてお便りをたくさんくださるサンピアさんと巡り会えたというのは不思議な縁ですよね。そこは大切にしたいと思います。そして本当に本当にいつもありがとうございます。今日もどのようなお一言やら楽しみに拝見させていただきますね。じゃあじゃあじゃん。あー、なるほど。まあまあなるほどとは言いましたが、よくはわかりませんよ。よくはわかりませんが、はい、言葉だけは今回ちゃんと理解しているものだと思います。そうですね、これはでもご説明するのが難しいですね。どういうようにしてご説明しましょうかね。そうだな、とにかくですね、これは栄養素の一つと言えると思います。栄養素っていう括りで間違いないのでございましょうかね。そういうように一応言ってみます。はい、もしも間違えてましたらぜひともお便りくださいませ。本当にお待ちしてます。僕のおぼろげな知識の中で話してますので、間違えていることが多々あると思うのですよ。ですからそういう間違いを指摘していただくことで僕も勉強になりますし、ご覧になっていらっしゃる方も勉強になると思うのですよね。ですからぜひともよろしくお願いいたしますよ。そしてこの栄養素は、そうですね、なんでしょうね、まあまあ貧血とかには欲しくなるようなものっていうのでどうでございましょうか。さあ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 、ちょっとリアクションを間違えちゃいましたが、そうなんです、多分貧血、これにこの栄養素が必要なんじゃないかなっていうように思います。ですからなんでしょうね、これ以上言うと、その一言からついついポロリと、はい、ちょっとした言葉のかけらを言っちゃいそうになるんですよ。ですから慎重にいきます。慎重に。そしてですね、その語尾に僕がついてます。つまり何々僕っていうことですね。それによってやっぱり僕はもしかしたらその栄養素が足りないっていうことかなっていうのをちょっと思いました。よく考えましたら、そうですね、例えば焼き鳥のレバーとかにこれに多く含まれております。あとはほうれん草ですか。ほうれん草ってどうなんです。そこちょっと気になりました。ほうれん草が果たして含まれているのか否かお教えいただけますと幸いです。僕のおぼろげな記憶の中では確かほうれん草ってそうだったような気がするんですよね。違っていたらすみません。ですから栄養素博士さん、よろしくお願い申し上げましたとのことでして、僕は最近そういったものを食べてないので、多分そうですね、足りなくなっているんじゃないかなって思います。そういう場合はどうしたらいいんです。何かしらの
錠剤か何かで補う方がいいんですか？でもこの栄養素、これがですよ、これを過剰に摂取したら摂取したで問題があるとも聞いたことがあるんです。ですから過剰摂取もなりませんよね。ということはどういったところでそれが過剰か、それとも正常か、それとも少ないのか、判断できるのでございますか？どういう方法で、それがすごい知りたいなって思いました。もしもその栄養素の足りなさとかそういうのをチェックする仕方があるのでしたら、ぜひともこれは本当に教えていただけますと嬉しいです。本当によろしくお願いいたします。これ本当に知りたいです。僕結構栄養素フェチっていうようなそういうところあるんですよね。いろんなその錠剤とかに頼ったりするタイプなんです。ですからもう本当に知りたいんですよ。どうやったらそういう栄養素が足りなかったり、そういうのがチェックできるのか、何卒よろしくお願いいたしました。とのことでして、今回レバーのその栄養素ということで、なんとなくはお分かりになられました？なんとなくだといいなと思います。多分レバーに多く含まれているっていうのは僕は合っていると思うのですよ。ですからはい、それだと思います。間違いなくそれで合っていると思いますよ。今回もう完全にお当てになる方もいらっしゃるのじゃございませんでしょうか。それぐらい有名な栄養素だと思います。じゃあいきますよ。サンピアさんよりの一言、それではいきます。サンピアさんよりの一言、どうぞ。鉄分リス。